皆さんこんにちは、猫背のアジト、理学療法士の小峰孝之です。さあ今日からですね、1ヶ月チャレンジが始まっていきますけれども、まず初日のワークは呼吸からいこうかなと思います。人間は1日2万回以上の呼吸をしているので、呼吸の、ね、質を高めていくことでより体が健康になっていきますし、今後やっていくエクササイズやストレッチの中で呼吸というのはすごく、ね、欠かせない存在になっていきますので、まず今日はですね、ご自身の呼吸のパターンがどういうパターンになっているのかを知っていくこと、そして今度は胸式呼吸と腹式呼吸を使い分けること、そして最後は呼吸のエクササイズ、この3パターンで進めていこうと思います。呼吸のエクササイズをしていただくときにですね、姿勢は仰向けでも座った状態でも立った状態でも結構なんですが、必ず背骨がぐっと起きている状態で呼吸をしていただくようにお願いします。そうでないと背中が丸まった状態だとですね、胸郭、胸の開きが悪くなって呼吸が浅くなってしまうので、しっかりと背筋を起こして胸を張った状態でエクササイズができる環境というのをまず整えてください。それではですね、まず胸の前とお腹に手を当てていただいて、ご自身の呼吸を確認していきましょう。鼻から吸って、口からゆっくりと吐いていきます。何度か繰り返していきましょう。お腹側が優位に大きく膨れていく方は腹式呼吸が優位に、胸側が優位に大きく動く方は胸式呼吸が優位の呼吸パターンになります。はい、結構です。今度はですね、意識的にお腹に空気を送り込んで、お腹をこうね、膨らますような感じで呼吸をしてみましょう。鼻から吸って、口からゆっくり吐いていきましょう。腹式呼吸は、横隔膜をゆっくりと引き下げ、肺に空気を送り込んでいく呼吸パターンになります。リラックスをしたい時などに有効な呼吸パターンとなります。はい、結構です。今度は逆に上ですね、胸の方を膨らますように、胸に空気を入れるようにですね、呼吸をしてみましょう。鼻から吸って、口からゆっくりと吐いていきましょう。胸式呼吸では胸椎を伸展させ、胸郭を広げていくことによって肺に空気を送り込んでいく呼吸方法になります。腹式呼吸は副交感神経を優位にしてリラックスさせるのに対して、胸式呼吸では交感神経が優位になることで適度な緊張感を体に与えることが可能になります。はい、結構です。今のようにですね、胸式呼吸と腹式呼吸というのを選択的にご自身で使い分けられる状態というのをぜひ作っていっていただければと思います。そして次はですね、呼吸のエクササイズになります。普段浅い呼吸ばかりをしている人というのは換気能力ですね、二酸化炭素酸素を交換していくような呼吸の換気能力の低下につながるので、まずは今日は大きくしていく、そして胸式と腹式っていうのを分けた状態で実施する、これを呼吸エクササイズの中で実施していこうと思いますので、まずはですね、先ほど同様胸お腹に手を当てていただいて、大きく息を吸って吐いていきます。それではまず腹式呼吸からやっていきましょう。お腹に大きく空気を送り込んで吐いていきましょう。ゆっくり長く、唇はフーの口でろうそくの火を吹き消すようにゆっくり長く吐き切ります。鼻から大きく吸って、ゆっくり長く吐き切ります。お腹をへこますように、吐き切ったら大きく息を吸いましょう。お腹を膨らませて、しっかりと吐き切ります。ふの口でろうそくの火を吹き消すように、吐き切ったら大きく息を吸って、もう一度いきましょう。ラスト1回。楽な呼吸をしてください。
それでは今度は胸式呼吸で同じく大きく息を吸って吐く枠をしていきましょう。では胸の方に意識を持っていって胸を大きく膨らませるように息を吸いましょう。吐いて、吸って、吐いていきましょう。はい、結構です。ゆっくりご自身の楽な呼吸に変えていってください。このようにですね、しっかりと深い呼吸の中で横隔膜の上げ下げだったり胸郭ですね、肋骨が開いたり閉じたりしていくことで呼吸の質が上がったり1回の換気量というのが上がっていくので、ぜひこの呼吸のワークというのは毎日ね続けていただければと思います。はい、初日の呼吸のエクササイズは以上になります。いかがだったでしょうか。これぐらいだったらね続けられるなという方も結構多くいらっしゃると思います。この呼吸のワークというのはこれから2日目以降やっていくエクササイズだったりストレッチの中ですごく重要な部分になっていきますので、ぜひこの呼吸のワークというのは2日目以降もですねちょっと意識しながらやっていただければと思います。明日はですね骨盤から背骨にかけての動きを良くしていくようなエクササイズをやっていこうと思いますので、お楽しみにしていてください。それではまた2日目の動画でお会いしましょう。またねー。